皆様お待たせいたしました。ただいまより東京スポーツ杯 F2 見事優勝となりました川村雅之選手の優勝インタビューを行います。関東門にご注目ください。選手入場。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。見事優勝となりました川村雅之選手です。完全優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日の決勝戦はどんなレース考えていたんですか？そうですね、後ろ地元の先輩ついてるんで、もう行けるところから思い切って行って、あとはもうなるようになると思って頑張りました。伊藤選手の後ろに入る形からバックあたりでは早めに出ていきましたが、いかがでしたか？そうですね、まあ、相手のラインもいるんで、もう早めに行かないとまだ打ちつばって終わっちゃうと思ったんで、もうそこはもう思い切っていきました。最後は東京でワンツー決まりましたね。そうですね、あやく重明さんに抜かれそうになりましたけど、まだ頑張りました。そしてあのガールズの決勝戦でも妹弟子2人がワンツーとなりましたが、しっかりとバトンを受け取りましたね。そうですね、まあ奥井さんも、まあ、いつも一緒に練習して周回で全然ちぎれないんで、そういうの分かってたんで、まあ妹同士も優勝すると思ってました。3日間を振り返ってはご自身でどうですか？そうですね、前回も完全優勝で優勝できて、今回また完全優勝できたんで、もう次も頑張ります。来季は S 級ですね。意気込みをお願いします。S 級でも精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではここで優勝者当てクイズの抽選を行いたいと思います。川村選手から1枚引いていただきます。お願いします。はい、選んでいただきました。ありがとうございます。はい、こちらはですね、入間市にお住まいの吉野様、入間市にお住まいの吉野様が当選されました。おめでとうございます。吉野様には優勝しました川村選手のサイン色紙、そして決勝戦に出場した9選手の寄せ書き、競輪マングッズ、クオカードをセットにしてプレゼントいたします。楽しみにお待ちください。続いてはラッキーボールの投げ入れがございます。では川村選手お願いいたします。このラッキーボールは本日中に正門横インフォメーションセンターにて景品とお引き換えください。川村選手ありがとうございました。それでは川村選手が退場となります。皆様大きな拍手でお送りください。では明日あさってとグルメ記念を場外発売、そして次回の本場開催は7月10日からの3日間が日韓現代杯の F2 戦となっています。この開催でもガールズ競輪が行われますので、どうぞご期待ください。本シリーズの優勝は川村雅之選手でした。皆様ご声援ありがとうございました。